最近バイクの値段がすごく高騰しているみたいだね。そうらしいな。10年前までは比較的手に入りやすかった。さすが中古でもなかなか手が出せない値段になっているって聞くぜ。多分アニメの影響だよね。今すごく流行ってるし、人って組織社会ってこともあってからか影響されやすい生き物だからな。少し前のアニメのキャラクターと同じ髪色にするスタイルが流行っていたしな。グラデーションってやつだよね。あのアニメに関しては爆発的な人気だったよね。きっとみんな頭の中で各々の呼吸を口ずさんでいたはずだよ。それはお前みたいな子供だけだよ。アニメが好きなのに大人も子供もないでしょ。すごい剣幕だな。まあそうだな。まあ何にせよ他人のものがよく見えちゃうし、他人よりいいものが欲しいって思うのが人だよね。よくも悪くも人の性質だよな。他人よりいいものをと追求することで競争意識を生んで、新たな発明をすることもあれば、妬みや嫉妬でそれらを凝らしてしまうこともある。哲学的だ。よくわかんないけど平和が一番だよね。うんうん。それじゃあ本題だけど、今回は中国海軍の055南昌旧駆逐艦についてと、中国への日本の対策について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。近年の中国海軍といえば、航空母艦として中国での一番艦で練習艦とも言われる遼寧や、初の国産化を果たした山東などが台湾沖や南シナ海で演習を行うなど、その活発さが目につくよね。ただしこの2021年にはこうした遼寧や山東が中国の沿岸部で活動を停止して長時間停泊したままの状態であったり、アメリカ海軍の駆逐艦に接近されたりと、まだ本格的な戦力とは言いかねるようだよ。俺らはまだ本気じゃないぜって感じかな。まあそれでも中国はこれらに続くさらに大型で原子力推進、そして電離式カタパルト等を実装した本格的な航空母艦の建造を再開していると見られ、いずれは脅威度を増してくることは間違いないだろうな。うん、航空母艦を効率的に運用するにはアメリカ海軍のような空母打撃群の編成が必須であるし、防御力の脆弱な航空母艦を周囲で護衛する艦艇を多数配備することが避けられないと思うよ。アメリカ海軍では大型の原子力航空母艦1隻を、攻撃型原子力潜水艦1隻、タイコンデロガ級ミサイル巡洋艦1隻、アーレイバーク級ミサイル駆逐艦2隻とその他補給艦などで構成する体制を敷いているんだ。これらを含めて1ユニットの空母打撃群と総称しているが、11隻の大型原子力航空母艦を保有しているため、最大で11ユニットもの数を運用しており、修理点検、訓練、休養のローテーションを維持しているとのことだよ。これだけ大掛かりな空母打撃群を保有するからこそ、アメリカ海軍が世界中にその戦力を投入することが可能であり、イギリスやフランス、ロシア等の他の航空母艦保有国を圧倒する展開力を持つんだよな。こんな国と最も密につながっているのが日本だと考えると誇らしいよね。最強の軍事力を持つアメリカと、それを支える最高の技術力を持つ日本、この二国が組んでいれば怖いものなしだね。そうだね。中国海軍としては一気にアメリカ並みに世界中に派遣できる空母打撃群を編成するには、同様に11隻以上の大型の航空母艦を用意する必要があるだろうけど、西太平洋に限定するならばもっと早まるだろうと予想されているよ。そうした中国海軍の拡張の中で、これらの空母打撃群の艦隊防空を担い得る規模の大型の水上戦闘艦が055型南昌旧駆逐艦であり、すでに2020年に就役を始めていて、今後大量建造されるだろうと囁かれているよ。2021年3月にはこの055型南昌旧駆逐艦を中核とした、水上戦闘艦のみで構成された艦隊が対馬海峡の公海上を通過して日本海方面へ北上したことが報じられ、自衛隊も監視活動を強めているようだね。055南昌旧駆逐艦って具体的にはどんな駆逐艦なの？055型南昌旧駆逐艦は、基準排水量1万、1000トン、満載排水量1万、3000トン、全長180メートル、全幅19メートルの艦隊に COGAG 方式の機関部で最大出力13万馬力、最大速力32ノット、航続距離5000海里とされているよ。ちなみに現行のアメリカ海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が、基準排水量7242トン、満載排水量1万、10トン、全長 172.46 メートル、全幅 16.76 メートルで最大出力 8.6 万馬力、最大速力30ノット。このため055型南昌旧駆逐艦は、
大きさ容積ともに対コンデロが旧巡洋艦を上回っており、アメリカをはじめとする西側諸国ではミサイル巡洋艦とみなし、類反型巡洋艦として認識されているよ。2021年現在、この05型難小級駆逐艦をしのぐ排水量の水上戦闘艦は、アメリカ海軍のズムボルト級駆逐艦3隻とロシアのキーロフ級巡洋艦4隻しか存在しておらず、すでに両者とも建造は終了しているんだ。そこからすれば中国海軍の05型南小級駆逐艦は、事実上建造が継続されている中では世界最大の水上戦闘艦艇であり、すでに3隻が就役、5隻が建造中、追加で8隻が予定されているぜ。05型南小級駆逐艦はその大きさから兵装の多さも特徴で、四方には前級の052型駆逐艦同様に HPJ45 型 130mm 単装砲1機、中核には GJB5862006型VLS を合計112セル装備しているとみられているんだ。GJB5862006型VLS って、この GJB5862006型VLS は、アメリカ軍をはじめとする西側諸国標準の MK41VLS より1セルあたりの容積が約 1.6 倍とも言われており、艦首部分に64セル、艦中央に48セルが配置されているよ。GJB5862006型VLS には艦対空ミサイルとしては、射程距離約200キロの長距離用の HH99B や、同約30キロの中距離用の HQ16 を搭載して運用することができると言われているぜ。また艦対艦艦対地の両方に使用できる IJ18 も搭載可能であり、こちらは射程距離が約220キロから540キロまでと推定値にもばらつきがあるが、中距離攻撃が可能であることが間違いないだろうな。05型南小級駆逐艦はこうした兵装を運用するために、S および X バンドのアクティブフェイズドアレイレーダーを備え、これらに加えてステルス機探知用の UHF 隊に対応しているとの指摘もあるんだ。仮にこうしたステルス機探知能力の保有が事実だとすれば、日本が調達中の F-35A や、これに搭載する JMS ミサイルは海面近くの低空の場合200キロ未満の射程距離になる恐れもあり、HH99B で撃墜される恐れも生じるんだよね。そこでそうした事態を回避する方策として S15A に改修を施し、最大射程900キロ以上の空対地ミサイル JSSMER をベースに、最大射程800キロといわれる空対艦ミサイルロラズムの取得を目指しているってのが現状だぜ。長距離から一方的に迎撃する構えなんだね。まるで長級部隊みたい。現状では空対艦ミサイルロラズムの射程距離を上回る艦対空ミサイルは存在しないため、敵の射程距離外からのアウトレンジ攻撃を可能とし、敵艦艇の接近を阻止しようとする方針だね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったらチャンネル登録してね。見てくれてありがとう。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